皆さん、こんにちは。日本語の先生のりこです。今日は、通勤、通学、そして満員電車について話します。皆さんは、学校や仕事、職場に行くときに、どうやって行きますか？歩いて、自転車で、電車で、または自分の車を運転していきますか？私は、まあ今もちろんイギリスはロックダウンですから通勤をする必要がないですね。家で働いています。でも普通はバスで通勤しています。私が住んでいるベルファストは公共の交通機関、バスと電車があります。地下鉄はありません。小さい町なので地下鉄はないです。私は自分の車、自家用車を持っていないので、ね、バス通勤します。そして前にも話したことがありますが、天気の日、いい日は、職場から家まで1時間ぐらい歩いて帰ります。うん。ね、歩いたり、自転車に乗ってる人も多いですね。ベルファストは、まあ、自転車、ロードバイクに乗っている人も多いです。私は日本に住んでいた時、もうだいぶ昔ですね。学校に行く時には、ね、まず小学生の時は歩いて通っていました、ね、遠い小学校だったんですけれども毎日歩いて行っていました。中学校高校で自転車通学になりました。私が乗っていた自転車はママチャリでした。ママチャリっていうのはまあ安くて、そうですね、本当に安い自転車で、あとお母さんが、ママがよくそれに乗ってスーパーとかに行っているからママチャリって言われてるんだね。チャリっていうのは自転車のスラングですね、ママチャリ。それで中学校高校の時は、自転車通学していました。大学生になった時には、まあ、自宅から地元の大学に通うためには自転車で近くの駅まで行って、そして自転車から電車、ね、電車に乗って、そしてその後また自転車で大学まで行くという通学をしていました。その時に初めて私は満員電車というのを経験しました。でも私が住んでいたのは岡山ですから、まあ岡山は東京とか大阪とは違って、まあ、満員電車と言っても、うん、まだ大丈夫だったかな。私がよくテレビとかニュースで見る東京の満員電車は本当にひどい状況ですよね。あんな感じではなかったです。さて、ね、日本の満員電車というと、どんなイメージでしょうか。人が本当にぎゅうぎゅうに入っている。そういうイメージがありませんか？ぎゅうぎゅうに人が入っている。ぎゅうぎゅう詰めの状態です。このぎゅうぎゅうというね、表現、とても面白いので少し説明します。今のように無理にたくさんのものが入っている、押し込んでいる。狭い限られたスペースにたくさんのものを入れている。これがぎゅうぎゅうという状態です、ね。例えば、スーツケースに荷物をぎゅうぎゅうに詰める、ね。電車の中に人がぎゅうぎゅう詰めになっている。他にもぎゅうぎゅうの使い方があって、例えばベルトですね。着物の帯。帯はまあ着物のベルトなんですけれども、その帯をぎゅうぎゅうと締める。ぎゅうぎゅうと締める。これはものすごく強く締める、押し付けるっ
という様子を表します、ね、ですから東京や大阪といった大きな町の朝の通勤ラッシュはいつもぎゅうぎゅう詰めの状態です。そしてこのぎゅうぎゅう詰めの状態、もう一つよく似た表現があって、すし詰め状態と言います、ね、東京の朝の満員電車はいつもすし詰め状態です。すし詰め、聞いたことがありますか？これはそう、あの寿司ですね、食べ物の寿司、寿司がたくさん詰まっている状態から来ているんです。イメージとしては小さいお弁当箱にお寿司をたくさん無理やり詰めた、入れた、その状態を満員電車のたくさん人がいる様子と同じみたいということで、東京の満員電車は寿司詰め状態という言い方ができるんです、ね、これも面白い表現だね。そしてもう一つ、みんながよく聞いたことがある、まあ、残念なこと、日本の残念なことは、電車の中で、満員電車の中で痴漢がいるっていうことですね。痴漢。これは、例えば満員電車の中で、ね、人が動けない、ぎゅうぎゅうになっていて、そこで痴漢、まあ、大体男の人、ね、変態です。変態が女性の体を触る、このことを痴漢と言います。残念ながら本当に日本にはそういうことをする悪い犯罪者がまだまだいるんですね。ですから東京の地下鉄の例えばラッシュアワーなんかは女性専用の乗り場、乗る場所、ね、この車両には、電車の車両には女性しか乗れませんよっていうようなこともやっていたりします。私は満員電車ね、乗った時にそういう悪い経験がありません。ラッキーでした。でもですね、満員電車でよく気分が悪くなる、気持ち悪くなることがありました。特に夏ですね、雨が降ってたり、まあ梅雨のシーズンで湿気が多いと、もう電車の中ね、冷房がついていてもすごく気持ち悪くなるんです。空気が悪いし、いろいろな人の匂いね、匂いもあるし、私はまあ大学生の時にね、その満員電車に乗って通学している時に、特に夏ね、気持ちが悪くなって途中で電車を降りた経験があります。うん、まあそういう経験も、まあ満員電車だとあるかもしれないですね。あと、日本の電車の中でよくある風景は、まあ皆さん大体ね、今はスマホがありますから、スマホをいらって動画を見たり、何か読んだりしています。ですから比較的電車の中は静かですね。そして電車の中で女性の人がよくお化粧をすることがあります。これはですね、賛否両論、賛成の人も反対の人もいるんですけれども、もともと日本ではね、お化粧をするっていうのは、ね、自分の家で一人でやってほしいと考えている人が多いです。ですから電車の中でみんながいる場面でどうしてお化粧をしないといけないのか、なので反対の人が多いんですね。お化粧は自分の家でやってくださいという人の方が多いと思います。でも朝ね、その女性の人たちはもしかしたら、まあ遅く起きちゃって家でお化粧する時間がなかったのかもしれない。そういう人たちは時々電車の中でメイクをしています。それも朝の通勤ラッシュの時に時々見かける場面です。はい、それでは今日は通勤通学満員電車、そして面白い表現ですね、ぎゅうぎゅう詰め、すし詰め状態
について話しました。また明日。